はい、というわけでどうも、マルトラです。今回はファンパレなんですけども、今日は領域伏黒を使っていこうかなと思います。去年の12月に登場したキャラクターいうわけで、工場辞しました。はい。これ、も、あの、も、なんの、すいません、おろ、どうも、変える。素晴らしく変えるですね。いつ見ても変えるやな。この看護安永帝は。ほんで、いつ見てもあの、伏黒の足にひっついてるあのカエルが可愛すぎる。うん。ほんで、あの、看護安永帝のこの手、この手ってあの、バレーのレシーブの手なんですね、これ。こいつ、伏黒って高校確かカラスのやんな。これはちょっと、全国行ってほしいんですけども。やっていくんですが、貫突、なりまして。僕の領域伏黒はコマンドスキルかなり銃持ってますんで、これ、サポーターじゃなくてアタッカーとしてもかなりやれるんじゃないかなという状況で、まあ、ぜひ使っていくんですけども、レベル115のグレード13、ラスト解放してへんのは申し訳がない。うん。スタミナが足りなさすぎる。あと、育成素材が。はい。3上げんのになんで120万も使うねん、これ。うん。テーブルバグっとるやん、これ、ほんまに。HP 19400、対術、術式7000、必殺ゲージ1700というわけで、やっぱ貫突まで持ってったらステータス高えな。7000超えてますか。強いね、非常に。ほんで、コマンドスキルレベル10060消費して、対術 180% ダメージで、領域展開中は、被ダメージ 99% アップ表3ターンと、体術 300% ダメージ、いうわけで。まあ、伏黒自身でも火力がギョンギョンに出ていくんじゃないかなと思いますね。でもってレベル8、16、15消費して、敵全体に体術 181% ダメージ。で、領域展開中は、体術 194% 2回掘り込んで、術式 167% の複合。で、合計は、540ぐらいかな。なかなか出ますわ、全体なんで。素晴らしい。うん。ほんでもってレベル10、16、25消費して、体術、255%、術式 180% の複合。体術、被ダメージ 20% アップ付与3ターンと、領域展開中は、体術 451%、術式 225%、術式 225%、体術、被ダメージ 60% アップ付与2ターン、S ターン付与いうわけで、この技が、キャラ史上最強のコマンドスキルとなってます。合計 900% ですね。ダリア五条先生とか、乙骨デスラをはるかに上回る火力となってます。前動画撮ったんですけども、これなかなか火力出るんでね。あん時は無凸やったんですが、貫突でこれを掘り込んだらちょっとわけわからんことなるんじゃないかなと思って楽しみですわ。でもって必殺レベル7領域展開4ターン。攻撃無効化と必殺ゲージ上昇無効と、効果終了後時録0と、時録消費効果率アップ。で、術式 1403% ダメージでスタン付与。敵全体に与えるダメージ 35% ダウン、被ダメージ 45% アップ、一部スキル変化領域押し負けいうわけで、なんだかんだ唯一ガチャで、持ってる領域展開キャラですね。そうかと思って。なんか、呪術言うたら領域展開代名詞見たところあんのに、そういや領域展開持ってるガチャキャラ伏黒しかおらんなと思って、意外ですよね。まあその他全員無課金キャラなんでね。まあ今の環境はそれで言うとなかなか優しいんですけども、見ていくんですが、まずは切り払い、ダメージ以下ほど言うわけで 180% ダメージですね。まあ言うててるんちゃう。24000頑張ってますわ。24000。はい。お次、連続切り払い。はい。掘り込んでいくんですけども、ダメージ以下ほどいうわけで、まあ、領域展開5が本番なんでね、24000。今の全体なんで、全体24000掘り込み。まあ、伏黒はどっちかって言ったら、火力じゃなくて、ゴンゴンのサポーターなんで、ただ、貫突になったら言うて、
なかなか戦えるんちゃうかなと思う。6万 !6 万か、バフなし6万か。おー、頑張っとるやないの。両手広げて脇見せてくるんですけども、脇肉そぎ落としていくんですが、ちょっとここからは必殺を貯めて、必殺の火力ちょっと見ていきたい状況ではあるんですが、はい、と必殺技はとりあえずバフなしでいきましょうかね。7万、非ダメージアップ詰めるんで、呪力25で6、7万出るって考えたらやっぱ強いよね、保証キャラやのにもかかわらず。はい、と、つうわけで必殺技ちょっと掘り込んでいこうかなと思うんですけども、領域展開、これダメージいかほど言うわけで、回想スキルも何もつけてませんわ。はい、ダメージ、おー、22万、なかなか火力出ますね。というわけでこっから3ターンの間、伏黒ちゃん本気出してくれんねんけど、まずは切り払い、はい、被ダメージ 99% アップ、14万とかいうね、土地狂いですわ。はい、そんで疾走斬り、これ 900% ですわ、ダメージいかほどいうわけで、めっちゃ出るんちゃうこれ。あ、すんごいね34万、すんごいね、バフなし34万やで、これ素晴らしい状況がある。ほんで連続切り払い、はい、これは全体技なんですけども、いかほど言うわけで、おお、29万全体すごいね。これが伏黒ちゃんの性能となってます。はい、やっぱダメージ跳ね上がまくっとんな、跳ね上がまくっとるわ。そうですか、じゃあちょっとこっからは、ギョンギョンにバフ積んでやっていくんですけども、やっぱりね、今ネタがあり余っとんねん、ほんまに。いろんな貫突作ったし、あとまだグレード13解放動画も全然撮れてへんし、まだアップデートも触れたいやつ結構あるんでね、ちょっとこんだけネタにあり余ってたらもう1日3本コース待ったなしやで、ほんまに。最近ちょっとね、ファンパレ動画1日1本もしくは出ないっていう日が多かったんですけども、ちょっとしばらくはネタに困らずにファンパレ生活を謳歌できるんじゃないかなと思うんですけども、愛知さんがね、なんかデバフじゃなくてダメゲンのフケ巻き散らし掘り込んできよったんで、脇肉そぎ落としムーブ、やっていくんですけども、これで伏黒ちゃん、必殺ちょ掘り込んでいこうかなと思うんですが、結城さんともに掘り込んでいきまして、領域展開、これダメージどんだけ入る、結構いい火力入るんちゃう、回想スキルないけど、おお、めっちゃ入るやん、回想スキルなしやで、マジ。あ、80万ぐらい入んのか、回想スキルなしで。必殺技はレベル7なんで、やっぱ貫突違うな全然。というわけで一発切り払い、やっていきまして、はい、切り払い、ポチューン、41万41万、おっかしい軽く出る、おっかしいね。ほんで疾走斬り、これはちょっとじっくり見たいね、これダメージどんだけ入る、やばないこの火力、多分いかほど言う、うーわ、113万、113万、こいつ火力キャラなん、実はこいつって火力キャラなんですかねえ。あ、もう134万とか出てんもん。なあ、塾長だけで134万入ってしまっている、どういうことこれ。なあ、これちょっと領域伏黒マジで火力の面で舐めちゃいかんな、こいつちょっと恐ろしい火力が出てることにこいつ自身は気づいてるんですかね、自分の狂気にねえ。意図して変なこと言うみたいなボケ狙うタイプじゃなくて、
あの普通に生活してたら狂ってるっていう一番やばいパターン。あのふざけてなんか、あ、ちょっと待って、お、やばいやばい、画面がバグってる。ふざけてなんかね、あのやるんじゃなくて数から狂ってるっていう一番やばい人のムーブやねんけど、こいつどういうこと。じゃあちょっと、西宮で本気出してもらおうかなと思うんですが、西宮影なんでね、怖いんですが、まあ頑張っていくいうわけで、疾走斬り、やっぱこの疾走斬り杖は、まあこの領域伏黒の、スキル上げる優先は第1位は必殺技じゃなくてこの切り払い、これを真っ先にレベル10に持っていくこと大前提なんですけども、僕その次必殺じゃなくてこの疾走斬りやなと思いますね。ちょっと疾走斬り、この強化素材が結構あるからどうしようかなって悩んでる人はあげんのいいと思うわ。全然普通のこの領域展開する前でも火力めっちゃ出ますからね、こいつ。この火力はほんまにあのふざけてられへんな。補助キャラとかじゃ全然ないもん、こいつの火力。土地狂っとるわ。はい、とそんで、次ぐらいかな、掘り込みますんで、はい、ちょっとまたマジマジと見ていこうかなと思うんですけども、ゆうきさんは今回ちょっと温存しますか。ゆうきさんど温存して、あの領域展開後の疾走斬りに火力乗せていこうかなと思うんですが、ていうかこれ満足な火力出たらこいつ死なへんな。領域伏黒だけで39階層買ってまうねんけど、サポーターで39階層か、あ、すごい火力142万、すごい貫突の恩恵でか、すごい火力出るね。切り払っていきまして、この切り払いですらやばいやろ火力。あ、もう80万とか出てるわ。え、飛ばさへんこれ大丈夫な、なんか飛ばしそうやねんけど。はい、ここダメージどんだけ入る、ここ飛ばすな、ギリ耐えてくれ、頼む唇くん。うわ、すんごい227万でエラ飛ばし、あ、そりゃあ飛ぶか、220万も入ったら。ちょっともう一回やらして、これ3ターン目の疾走斬りの火力、これ見物なもんがあるんでね、ちょっと唇お化けちゃんには頑張ってほしいなと思うんですけども、これ最初からこの疾走斬りやってったらあかんな。切り払いでええわ。これちょっと HP 調整してかな。そういや、前のこの疾走斬り貫突動画でも調整したな。前の無突状態の時でも唇お化けちゃん死んだのに、貫突で耐えるわけないわ。僕がちょっと忘れてましたね、この伏黒の火力を舐めてた。これから伏黒はもう補助じゃなくて完全火力やわ。まあね、今ちょうどマップイベント、スコアアタックもうすぐ来るんでね、ちょっとこれは伏黒にはまたお世話になっていこうかなと思うんですけども、バカみたいに入ったんですが、これ今西宮に行ってたら死んでたな。西宮危な、ダメ剣積む忘れてた。もうなんか伏黒のことばかり見ていたから他のキャラどうでもよくなって眼中いなかったわ。西宮ごめんな、お前のことこれから気にかけて生きていこうかなと思うんですけども、というわけで、領域展開、していこうかなと思うんです。これでも結構ダメージ削れとんな。これ領域展開する前から110万削れてんもん、この切り払い呪力ゼロ技だけで終わっとんなこいつ。というわけで掘り込んでいきましょうか。領域展開、領域展開、パチョーン、179万、素晴らしい動向で、お素晴らしい状況で、というわけで切り払い、ここも回想スキル一旦スルーして次からいきましょうかね。 OK、こっから行こうかなと思うんですが、まずは、はい、疾走斬り重くそ掘り込んできまして、これさっき見たな火力的には。はい、
伊賀ほどいうわけで、いや179万、すんごいね。でこれが、最高打点となります。領域伏黒のこれどんだけ入るダメージ、320万。320万、はぁ、おい、どこがサポーターやねんこいつの。